ドームです。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発はルーキーの勝野、対するジャイアンツの先発はエースの菅野、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の勝野、登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは石川。投げた、ボール、投げた、決まった、ストライク。次が4球目、投げた、打った、痛烈な当たり、ライナー破った。石川、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、打ちました、いい当たり、ショートライナー。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第2球、投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、カーブ見送ってストライク。投球これから4球目、見逃しの三振。バッターは4番岡本、投げました、3球目ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ボール、アウトコースへ打ちました、強打、下がっていった、ヒット。石川、一気に三塁へ。岡本、ナイスバッティングです。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。初球スライダー空振り。第2球、直球ストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。もうさあ、4球目、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。リプレイをご覧ください。ドラゴンズこの回ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。ドラゴンズまずは無得点に抑えました。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは山本、第4球を投げました、打った、ライト前進、これはヒットになります。山本、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、アウト。ランナー二塁に進みました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、一塁送球、アウト。ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッターはピッチャー菅野、投げた、まっすぐ見送ってストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。投球これから4球目、打ちました、ファール。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。先ほどのプレーです。ドラゴンズこの回ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0、ドラゴンズ。ジャイアンツこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは石川。さあ、4球目、外れた、ボール。第5球、投げた、149キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。第5球、投げました、ジャストミート、破った、坂本、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投球これから2球目、ボール。第3球は3球目ストライク。次が4球目、投げました、空振り。第5球、投げました、打った、ファウルボール。第6球を投げました、変化球、空振り三振。右バッターボックスは岡本。第3球を投げました、インロー際どい球、ボール。次は4球目、投げた、打ちました、セカンド左、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー坂本残塁に終わりました。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターはゲレーロ。今日の第1打席はスイングアウト。第3球を投げた、見送ってボール。投球これから4球目、ボール。次は5球目、ストライク。投球はこれから6球目、外れました、フォアボールです。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。次は5球目、投げた、外れた、ボール。投げた、2者連続のフォアボール。この回2人目のフォアボールです。投げました、ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、アウト。送りバントが決まりました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。
第1球投げました、ストライク、まずは決めてきました、投げました、直球ストライク、インローへ軽く追い込んでまいりました、打ちました、前進守備、ファースト正面、ビシエド、ベースを踏んでツーアウト、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。初球打った、わずかに三塁線切れました、ファール、投げました、見送ってストライク、もう追い込んでいます、打った、掴んでこれでスリーアウトになります。勝野、ここまでランナーは出していますが無得点に抑えています。4回の表が終わって0対0、ドラゴンズピンチをしのジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは石川、第3球を投げました、見送ってボール、投げた、ボール、第5球投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振、第4球はアウトロー際どい球、ボール、投げた、ボール、投げた、低め見送ってフォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。第3球を投げた、打ったに当たりだ、二塁へ送る、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。勝野、毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。5回の表が終わって0対0、ジャイアンツ未だスコア。試合は後半6回に入ります。トップバッターは岡本、会心の当たり、一塁送球、アウト、岡本、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第4球を投げました、ストレート、空振り三振、バッターは6番山本、今日3打席目、アウトロー、カーバー外れてボール、流し打ち、これは内野ゴロ、ビシエド一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0、ジャイアンツ未だスコアボール、ドラゴンズ1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。